続いてトベトベズーです。これまでトベ動物園から多くの動物たちがこう全国各地に伝っていってますね、はい、そうなんです。今回はそんなトベ出身の動物たちからリモートで届いた春の便りです。コーナー史上初めての試みではないでしょうか。全国3つの動物園とリモートインタビューでお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初は岩手県盛岡市にある盛岡市動物公園ズーモ。赤ちゃんが出てきましたね。赤ちゃんの頃、斑点模様と青い目のとってもキュートな姿で大人気だったピューマのタフが2019年9月に繁殖のため岩手に引っ越しました。それからおよそ1年半、今の様子は？とっても体は大きくてがっちりした体になって、あ、これは立派なお父さんになるなというような体格になってますね。最初は警戒していたというタフも、今では寒い地域ならではの遊びを楽しんでいるようです。タフ君がすごく雪遊びしている映像を見て、もうすっかり雪にも慣れたのかなというふうに思ったんですが、まあ、基本的にピューマは寒さには強い動物ですので、あまり心配はしてなかったんですが、やっぱり猫科ということで遊ぶのも好きなので、転がしているうちに雪玉ができて遊び出したりとか。イケメンに成長したタフ、お嫁さん候補のニーナとの美形カップルの今後に注目です。将来的にはニーナとの間に可愛い赤ちゃんを設けてくれると思いますので、ぜひその時は盛岡に遊びに来てください。続いては大阪にある天王寺動物園です。とべ動物園生まれの動物は？はい、はいよ、はい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 、わ、すごい、ダイ君角立派ですね。ちょっと前向きに生えてる。体重は 1.3 トン、大きな角を持ち、迫力満点のクロサイのライ。とべ動物園で2年前に生まれたフーのお兄ちゃんです。2011年2月にとべ動物園で生まれて、2016年に大阪に引っ越したのですが、環境の変化にしばらく慣れず大変だったそうです。やっぱりお母さんと別れて、一人になったんで、すごく寂しかったと思うし、だいたい1年半ぐらい外に出るのを、まあ、嫌がってる時期が続きまして、まあ、ちょっとは出てすぐ戻ってきてみたいな感じで、まあ、完全に引きこもりみたいな状態になっていたので。クロサイは視力が悪く、少し神経質な動物。中山さんは毎日10センチずつ餌を遠くに置いて運動場に慣れてもらうなど、地道なトレーニングを重ねてきました。大君、今縄張りの匂い付けを。ああ、そうなんですね、はい、初めてマーキングしてくれた時は感動しましたけども。今はメスのサミアと同居中。2頭はとっても仲良しで、こちらも赤ちゃん誕生に期待がかかります。絶滅寸前のね、クロサイなのでね、ぜひライとサミアの間にね、赤ちゃんが生まれることを願っています。最後は東京の日野市にある多摩動物公園です。2009年に誕生したトム。お姉ちゃんの姫との元気いっぱいなやんちゃな姿で、とべ動物園の人気者になりました。トムくん、ありがとう、元気でね。そんなトムも3歳になった2012年、東京の多摩動物公園に引っ越しました。とべ動物園に前乗りをしまして、そこでトムとの関係を少し作らせていただいた上で、トラックで15時間かけて多摩まで運んできました。当時トムを担当していた椎名副園長は、
当然彼を送り出すということはですね、とても寂しいものなんですね。やはり例えば私たちで言うと、例えば娘を嫁がせるとか、心を鬼にしながらですね、送り出したって形になりますよね。トムも最初は環境の変化に戸惑いがあったようです。来園して1週間ほどは横になって眠るということができない状態で、相当やっぱり緊張して不安だったようですね。その時には隣に象を、うちにいるメスの象を連れて行って、まあおばさん役というか、替え添い役をお願いしてやってもらって、その後は東京でも人気者になったトム、先月17日に12歳になりました。アフリカゾウのオスは現在国内にわずか4頭しかいません。トムには繁殖という大きな期待が寄せられています。これからの日本のアフリカゾウのためにはとても重要な役割を持っていると思います。トムの成長に合わせて、メスゾウをどうにか繁殖相手を連れてきてあげたいなと思うのが、まあ第一ですね。とべ動物園で生まれた命がこれから先の未来にもつながれていく。卒業した動物たちはみんなそれぞれの場所で頑張っているようです。みんな元気そうで何よりです。はい。